天気になりました。 QVC マリンフィールドです。パシフィックリーグ公式戦、スワロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ小宮山さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、マリーンズは先発投手ですよね。はい、打線絶好調のファイターズ相手ですから、今日はコントロールミスがないようにしっかりやってもらいたいですね。マリーンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の拓也。さあマリーンズ、得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。なるほど、そうですね。まあただ彼はこういう場面でギアを上げられるピッチャーですから抑えてくれるんじゃないですかね。膝元への変化球、思わずバットが出ました。ワンボールツーストライク、見逃し三振、ピンチをしのぎました。ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスには片岡が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこのままの点差で回を終われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。さあ4球目は何か。膝元、ツーストライク追い込んでいます。低め外れました。フルカウントです。さあこれで決まるのか。見逃しで三振を奪います。セカンドランナーは残塁に終わっています。終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。そうですよね、集中してほしいですよね。ストライクになります。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打順は5番レアード。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。拓也、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。膝元へ変化球が決まります。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスは6番俊太。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。変化球が決まりました。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。7番から始まるファイターズの攻撃、谷口がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。マリーンズビハインドで迎える8回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあそうですね、この終盤に基本は見逃して三振です。ワンアウトです。いい球ですね。打席には1番バッター大野。先ほどの打席はライトフライに倒れています。拓也、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上の拓也、ここで三振を取ると7人連続ということになります。さあ3球目は何か。変化球空振り、ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打席には9番バッター中島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。
マウンド上は拓也、ここまで7人を連続三振に奪っています。悩む、スピードで悩むね。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド決まっています。さてこの西川、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあそうですね、打球は強烈なんで打たれたと。打ちました、ボテボテ。セカンドが前に来る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。宮本さん、今日はピッチャーが崩れてしまったのがもう一番の敗因でしょうね。そうですね、もうこういう試合になるとどうしてもまあコテコテに回りますので、ね、まあ仕方ないのかなという気がしますけど。そうかもしれませんね。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼いたします。